平野翔が登場した瞬間、会場全体が歓声で揺れ動き、その一瞬で全員が彼のカリスマ性に圧倒された様子は圧巻でした。翔から神宮寺へのバトンタッチが行われた瞬間は、特に感動的な場面でした。ワイヤードミュージックフェスティバル2024は、多くの音楽ファンにとって特別な瞬間となりましたが、その中心にいたのはナンバーアンダーラインアイでした。彼らのパフォーマンスは、 ファンの期待を大きく上回り、会場全体を圧倒する力強さを持っていました。フェスに参加した人々が一斉にその魅力に引き込まれ、感動の声を上げたことは、彼らの存在感とアーティストとしての成長を如実に物語っています。参加者たちは、その場にいるだけで心が満たされ、彼らの音楽を通じて得られる幸福感に包まれていました。中でも、平野翔が登場した瞬間、 会場全体が歓声で揺れ動き、その一瞬で全員が彼のカリスマ性に圧倒された様子は圧巻でした。彼の一挙一動が観客の視線を引きつけ、パフォーマンスの度に大きなリアクションが返ってきました。ショーが上着を脱いだ時やサングラスを取った瞬間、歓声が一段と高まり、その場の熱気が一層増したのです。こうした瞬間は、彼が持つスター性が一層際立つものであり、ファンだけでなく、 初めて彼を目にした人々にとっても特別なものとなったことでしょう。さらに、ナンバーアンダーライン愛が披露した楽曲のセレクションや、その進行はフェスの雰囲気を大いに盛り上げました。彼らの代表曲、INZM イナズマから始まったセットリストは、観客を一気に引き込む力を持ち、ステージが進むごとにそのテンションは高まり続けました。特に印象的だったのは、 彼らが通常のライブとは異なるアプローチでフェスに臨んだ点です。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスには、フェスという特別な場所での挑戦や、他のアーティストやファンに対するリスペクトが感じられ、その真摯な姿勢が多くの観客の心に響いたのです。通常のライブでは見られない、少し硬派でストイックな雰囲気が漂い、彼らが新たなステージに挑んでいることが明確に伝わりました。そして、 そのパフォーマンスが進む中で、彼らがただのアイドルではなく、真のアーティストとしての地位を確立していることが感じられました。観客が彼らの一挙一動に反応し、その音楽とパフォーマンスに心を奪われていく様子は、まさにアーティストとしての成熟を象徴していました。また、彼らのステージには MC がほとんどなく、ただ音楽に集中し、観客と音楽を通じて深くつながる姿勢が印象的でした。このフェスでは、 彼らが持つエネルギーが観客に直接伝わり、徐々に会場全体が彼らの音楽に引き込まれていく様子が感じられました。観客の多くが彼らの真摯な姿勢と圧倒的なパフォーマンスに心を打たれ、その場で歓声を上げるだけでなく、深い感動を覚えたことでしょう。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが進むにつれ、その場にいるすべての人々が一体感を持ち、 彼らの音楽とそのメッセージに共鳴していく様子は特筆すべきものでした。彼らが発信する音楽はただ楽しいだけではなく、深い感情や思いが込められており、聴く者の,の心に直接響いていました。このような音楽の力が彼らが持つ最大の武器であり、それがこのフェスを通じて改めて証明されたのです。観客の中には、初めて彼らのライブを体験する人も多かったかもしれませんが、 その一人一人が彼らの音楽に触れることで、新たなファンとなっていく姿が目に浮かびます。実際、フェスの後には多くの新しいファンが彼らの魅力に気づき、SNS を通じて感動の声を上げていたことが報告されています。さらに、このフェスの場で印象的だったのは、ナンバーアンダーライン愛が国境を越えて広がっていく可能性を感じさせた点です。会場には多くの海外ファンが集まり、 その中には彼らのパフォーマンスに魅了され、彼らのファンとなった人々も少なくありませんでした。音楽という共通の言語を通じて、人々の心をつなげることができる彼らの力は、このフェスを通じてさらに明確になりました。彼らの音楽には、言葉を超えて人々の心に響く力があり、それが多くの新しいファンを引き寄せたのです。こうした国際的な広がりは、 今後の彼らの活動にも大きな影響を与えることでしょう。その一方で、フェスの雰囲気は時に混沌としていました。一部のファンが無理やり割り込みを行ったり、前列の人々を押し倒しそうになる場面も見受けられました。これにより、一部の観客が不快な思いをしたことは事実であり、こうした行為がフェスの楽しさを損なわないようにするためのマナー向上が必要だと感じる場面もありました。しかし、 そのような状況下でも、ナンバー・アンダーラインイのファンたちは一体感を持って行動し、彼らの音楽を楽しむ姿勢を崩すことはありませんでした。これこそが、彼らの音楽が持つ力であり、ファンがその魅力を共有し、支え合っている証拠です。また、このフェスでは、他のアーティストとのコラボレーションや影響も見逃せませんでした。ナンバー・アンダーラインイのパフォーマンスは、 他のアーティストやそのファンにとっても大きなインパクトを与え、彼らの音楽が新しい層に届く機会となりました。特に、神宮寺勇太のパフォーマンスはそのカリスマ性を存分に発揮し、観客を魅了しました。彼がステージに立った瞬間、会場全体が彼の存在感に圧倒され、そのパフォーマンスが進むにつれて、その場の空気が一変したのです。彼の姿には、アーティストとしての覚悟と進化が感じられ、 その一瞬一瞬が観客の心に深く刻まれていったことでしょう。ショーから神宮寺へのバトンタッチが行われた瞬間は、特に感動的な場面でした。この2人の持つ個性が見事に融合し、それが観客に大きなインパクトを与えました。ショーのエネルギッシュで情熱的なパフォーマンスから、神宮寺の落ち着いた、しかし力強いパフォーマンスへの移行は、ステージ全体をさらに魅力的なものにしました。こうした瞬間が、 ファンにとって忘れられない思い出となり、彼らの音楽が持つ深い魅力を再認識させるものとなりました。このフェスに参加したすべての人々が、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを通じて新たな音楽体験を得たことは間違いありません。彼らが持つ音楽の力は、ただエンターテインメントとして楽しむだけでなく、聴く者の,の心に深く響き、その場にいるすべての人々を一つにする力を持っています。 彼らの音楽が持つ普遍的な魅力は、国境を越え、言葉を越えて広がっていくことでしょう。そして、このフェスを通じて、彼らのファンはさらに増え続け、彼らの音楽が世界中の人々に愛されていくことが予想されます。これからの彼らの活躍がどのように展開していくのか、多くのファンが期待とともに見守っていることでしょう。ナンバー,ア,ンダーラインアイが音楽シーンに与える影響は今後さらに大きくなり、 彼らの音楽が持つメッセージが多くの人々に届くことを願ってやみません。ワイヤードミュージックフェスティバル2 0 2 4での彼らのパフォーマンスは、その一つの重要なステップとなり、彼らの音楽キャリアが今後も輝かしいものとなることを確信させるものでした。彼らがこれからどのような挑戦をし、どのように音楽の可能性を広げていくのか、その成長を目撃することができる未来が楽しみです。